こんにちは、こんばんは、おはようございます、おやすみなさい。スタジオエスケープに来たよ。さあ、ということで今日はですね、大阪にまた旅にやってきました。で、今回の目的、一番の目的はカンデオホテルが心斎橋にできたということで、そちら行くんですけども、その前にこちら、ここ一番の目的やなここ一番の目的やった。一番の目的はこちらのスタジオエスケープ。え？スタジオエスケープさんにやってまいりました。まあここは本当に日本の脱出ゲーム、いろんな施設あると思うんですけど、もう体験型シネマということで、本当に映画の中に入り込むようなとんでもない体験ができる、そのスタジオエスケープが何個かある中の最新、一番新しいのができたという連絡を受けまして体験しに来ました。じゃあ紹介しましょう、一緒に行くメンバー。まずはこの人だ。どうも、ミサルマン西田でーす。よー、大阪来てくれたわなんで二角しょえねいや、もうね、高橋さんが大阪で YouTube 撮るとき、まあ空いてるんですよ、僕。空いてんな、漏れなく空いてるんですよ。別に抑えてるとか、こうやってないっすよ。で、またなんかいろいろ、まあ僕、この後も考えてますんで、何個か仕込んでますので、まだこう再生回数稼げる台というこれ自分で言うのあれですね、そのとてれびちゃんがようそれを LINE してくるんですよ。その大阪プラス西台再生数いけるって、なんかよう来るから何個かちょっとやってますけども、まずはスタジオエスケープ、もう一人、はい、おーい何て言えばいい、何じゃれやってるんですかちょっと待って、え、万平の時、おった時に夫婦共演ありましたけど、これ2回目ぐらいじゃないですか顔かなってる、何ですかこのポーズ、やってやるぞっていう、はい、思いをどうですか、初めて来たでしょ。あ、はい、いや、すごいなんか日本っぽいですね、これね。え、日本なんですよ、ここえらい、えらい、おお大阪強いそして、はい、最後にこのスタジオエスケープを作ってるこの人だ。おいこんにちは、ベンです、よろしくお願いします。これ今日のこれラインナップ見てください、このメンバー、ドラクエだろ、すごいパーティーだぞこれすごいよ、みんな、みんな寝巻きみたいな、もともと一番最初ここがあったんだね。そう、これが一番最新で、実は一番古いやつよね。で、ここにもともとあったのが禅やったっけ、その時暗黒の座禅、暗黒の座禅、英語でダーク禅で、これから見るもう全部違う、だから全部アップグレードして、暗黒の座禅は漆黒の悟りになる。漆黒の、今から俺らは漆黒の悟りやるのね。だからここがビルの上が、はい、なんか水が降りてきてんな。そう、水漏れで、水漏れして全部潰れてんて。え、うわ、事故、事故、事故、わざとだったらやばいね事故で上上層階のなんかパイプ割れて、だって毎時間くらい雨のように水が流れていて、もうカビの中の電線とか全部ぐちゃぐちゃになって、まあ作り直すしかないと思って、でも前と同じように作り直すのはあんまり意味ないと思って、もう全部ゼロから作り直した。すごいテクノロジーですもんね。前もあのホテル、本町の大阪のあのホテル行きましたやん、ベンがやってるやつ。テクノロジーがエグいから、みさちゃん初体験なんですけど、はい、初めて、ほんまにすごい、まあ、あんまりハードル上げたらあれやけど、うん、めちゃくちゃ面白い、超えてくるね、ベン、うん、ちょっとハードルを下げよう、うん、大したことない、いや、すごい日本語上手、英語で喋って、英語で、みさちゃんいけるの、ちょっと楽しみに遊びに来たタイプ。 I want to come to here. You wanna come here? You're already here. Very good. Very good. What are you looking forward to?なんてどこで何を楽しみにしてすごい困ってる顔で What are you looking forward to? 全然分かってへんよ。 I wanna do escape room。 うん、very good。 覚えとけよ恥ずかしかったよし、じゃあ早速楽しみ、よろしくお願いします。入りました、ちょっと暗い、普通だってこれもうアパートの1階やで、これ、ね、わぁ、すごい、エビちゃん、照明いるぞ、これ。うわ、何？いや、もう大正時代に
はい、あ、今大正時代なんや。タイムスリップしたんや、うん、これも作ったん？この入り口のこの感じとかも全部？石が石、うん、もしよかったら、あの靴も大正時代なんだ。いいよ、なんか朝ドラとかのさ、ほんまやな。ボギウギの撮影来るんちゃうか。来るかもね。いや、これすごいよ、これチョップスティックってお箸が、お箸、あ、ほんまや、お箸売ってんの。じゃあ、もう準備 OK、 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 よっしゃい、やるぞ、えい、昔から伝えられている漆黒の仏像の物語。1921年4月7日、大国の人々は平和であった。中村ボンタという僧が一人を除いて。中村ボンタ、ボンタ、規則は分かってるな。仏像を一緒に飾ってはいけない。もう二体を集めたのか。今すぐ元の位置に戻しなさい。仏像2体って住所が間違ってますよ。今日3体目も見つけた。オンタ、ダメだ。手で止めてる。あうわあ、目の前で人が消えていく様を見た住職は、まるでその魂を取られたようで、いまだ塞ぎきっている。ボンタの残した足跡をたどり、秘密を解明しない限り、その魂は失われたままになる。運命をかけた謎に挑む。漆黒の悟り。漆黒の悟り。皆様、大黒商店街は間もなく閉店いたします。大黒寺院はいつも通り立ち入り禁止でございます。ありがとうございます。こっちは立ち入り禁止。開いてる。商店街は開いてる。もうすぐよ。うわ、すごい。白い服を着ているあんたな。わしはタバコ屋の鈴木じゃ。寺院に入る方法を知りたいんやろ。わしの手のひらに金貨を一枚置けば秘密を教えたろう。見つけたら指輪を鳴らすんじゃ。金貨を探そう。探そう。で、卵屋の、あ、呼び鈴があるよ。タバコ屋。あ、ここで押した、押した、出てくる。金貨を探さなかった。金貨を。すんごい奥まである。何これ。駄菓子屋さん。商店街の中に。あ、ここまでだ。ポストに何かあるよ。え？前田さんへ、先週は牛乳を配達してくれてありがとう。お代金を払うの忘れたので郵便箱に入れておいたよ。もし暗証番号を忘れていたらいつものあれをやって思い出してね。新聞を買って読んでから温泉に入って最後のサメのフカヒレを食べるやつだよ。福田より。あ、ここにほら金貨があんねや。入れるんだ。新聞を読んで、新聞を買って読んでから、うん、新聞屋さんあったっけ？ないね。そこ駄菓子屋？新聞屋さん、うん、でも閉まってる。新聞を買って読んで温泉に1円ニュースペーパーで、温泉あったっけ？温泉あった。お湯がね、4円だった。銭湯が、おもろ。関係ない。温泉には、あ、温泉 4円や。そう、4円ね、うん、最後にサメのフカヒレを食べるやつだよ。お食事どころ。これフカヒレスープあるね。5円。あ、だから新聞10円がまず1円1 1 4 5 5 5 14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 5
こんなんやったやろな、大正時代って。100年前ですよ。
すげえ。呼びに呼びに。やった。金庫手に置いて。はいはい、じゃあ。手に置く。まだあんたか。それで、わしに何か持ってきたんか。俺は何じゃ。わしは金貨をくれと言ったんじゃ。金貨じゃない。これはほとんど価値がない。のけるんじゃ。金貨を手に入れたら、また来てくれ。違うんや。これ金貨じゃないんだ。だから、金貨って、なんかどっかに何かがあるはず。ここあ、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 わあ、わあ、わあ、金貨だ。呼ぶよ。おっちゃん。またあんたか。おっちゃん。それで、わしに何か持ってきたんか。金貨持ってきたね。金貨持ってきましたよ。どうや。ああ、金貨か。どうやって手に入れたかは知らんが、聞かない方がいいじゃろう。すまへん。とにかく、これが褒美じゃ。ほら、開いた。怖い。おぉ、うわ、すげえ。どうしよう。ドア開けたままでいいかな。うわぁ、しまった。閉じ込められたぞ。なんじゃこれ。大黒寺院、大黒寺院ってある。あ、なんか紙がある。ほんまや。でもまだ何も書いてなかった。緑のそれくっつけるんじゃない。そう、なんかとくっつけるんだ、ね、なんか紙あります。え、あ、ほら、何がある。ここに置いていく。あ、ここにもある。ここにもある。紙がある。あ、こうだ。あと何枚だね。あと、どうしたの。開いた。おい、うわ、どっかに置くんじゃ。ここじゃ。ここにほら、一個近くに。うわ、電気が。これ引っ張ってみな。うお、いろいろ置いていくんかな。なんかまだ隠れてるんだ。はい。うわ、よし、置いてきて。いくよ。おお、漆黒の仏像が育った。漆黒の仏像時代から三つの。うわ、すげえ。あ、見えた。電話すんねや。電話。あ、うわー、うわー、おー、うわー、すごいね。みさっちゃん、初めてベンのゲームやりましたけど、どうでした。たまげた。Do you know たまげた。たまげた。あ、やった、知らない日本語言えた。たまげた、英語で説明してください。困ってる。そのね、It's like a so surprised、あとはもうひっくり返りそう。どうしたの、顔真っ赤にしてる。いやだけど、こんなに期待させてたじゃん、二人、私のこと、うん、それ超えることって大体ないじゃないですか、うん、上げて超えることないじゃないですか、うん、初めて超えた、びっくりした。もうなんか映画の中みたいだったし、そうそうそう、なんかその中で遊ばせてくれるのやばくないですか。それなのよ、ベンのやつはやばいよ。映画の世界に入んねん、俺らが。うん、画面で見てて、あんなん経験したいっていうこと経験できるもんな。シネマ体験だよ、ほんますごい。ほんまいつも思うもん、東京に作ったらすごいやろな。いや、なんかもう芸術だね。うん、脱出失敗とか成功とかっていうことじゃないのよ、うん、そうっすね。私こういうの好き。だいたいみんな失敗で終わるの、うん、面白くないね、ちょっと悲しく、悔しいね、悲しい、ね、うん、悔しい、なんか、うん、なんか、うん、こう弁のとこでしか触れられへん、このうわーっていうのあんのよ。
この弁のやつで経験するときだけブワッてたぎるこの何かが。じゃあ他では無理やねん。まあ作り続けないとなんか石田さんなんかどっか足りない、針がない、グワーなんのかでは無理やねん。弁しかくすぐってこられへんのよ、この弁のチームでしか。これこっちこれ何やねんやって話、これすごい本当。さあということで体験しましたけども、すごかったです。すごすぎたね。アメージング。うさあと高さん、ベンどっち？北声から弟の絵と一緒に一緒に作ってる。いやー、ベンありがとう。ありがとうございます。多分YouTube 見ただけでは分かんないと思いますけど、とにかく大阪までわざわざ来て体験する価値ありますよね。そうね、見せれる部分は、ね、なんか半分だけ、後半は、まあ、ちょっととんでもないところは、とんでもないことの見せるのはちょっと、なんか日本、はい、いろんなテーマパークやすごいしのぎを削ってますけど、これ個人でそこにほんま対等できるぐらいのすごいクオリティで楽しさです。頑張りました。ほんまライバルはディズニーランドです。うん、三大巨頭だよね、はい、ディズニー、USJ、エスケープルーム。おースタジオエスケープだね。名前は間違えたけど、そう雰囲気はもう100点満点。そうそうそうということで、ベイありがとうございました。ありがとうございました。カンデオホテル来たね。どこ、ちょっと今ベンのやつで脳使ったでしょ。使ったけど、で急になんかタクシーに乗せられて、タクシーでカンデオホテル行きたいね俺。あ、ここええわ。え、これここのジュースがね、ジュースバー結構あの話題やから、ここでそカンデオで飲む、サウナ終わりに飲むジュース、え飲んだらええんちゃうかな。あ、いらっしゃいませ。あれ石田の弟。そうなんすよ、久しぶりやな。弟の大学受験12浪した剛です。18歳から30までずっと大学受験してた。そんな人いんの剛です。でもめっちゃ売れてんやろジュース。売れてます。結構な有名な方も、ね、安江姉さんとか由美姉さんとか新喜劇のおばはんが美のために。ちょっと時間ないから剛、あの、はい、おすすめのジュースちょっと見繕って。何でも大丈夫です、ね、何でも大丈夫、あの嫌いなものとか、はい、いわゆる何コールドプレスジュースみたいなやつ。そうです、で水を使わず野菜をプレスして、果物とかプレスしてその果汁だけでやるっていう、そういうやつってさ、なんていうの、なんかこうミキサーみたいなのに入れてガーみたいなやと思ったら、なんか注いでるやけど。朝にこれはそうなんです。朝に作ってるんですよ。そういうこれ全部振り切る感じで、毎朝だから中央行ってな、そう中央市場で買い出し行って作って全部売って、また明日。朝何時起きてるんだっけ？朝2時に。毎朝。で中央市場行ってな。中央市場行って買って。でここでプレスしてな。ここに3時半ぐらいです。朝の。そんな時間かかるんです、仕込むの。めちゃくちゃかかるんです。でオープンが8時半なんで5時間かかるの、仕込むの。やば、飲んでもらったら、飲んでもらい、お座りしたらすごで、音消して、店の音。朝2時ってもう、そらパン屋や、パン屋。あ、マグロ取りに行く人。マグロ漁船の漁師や。これ何と何？これこっちが人参の 100% 人参だけなんですよ。でこっちはあのビちょっと混ざってるんですけど、ビーツ、人参、オレンジ、リンゴ、レモンです。どっち飲みたい？左。はい、ちょっとオレンジ。いいんですか？ちょっと水入れんとこんな作れんねんな、絞るだけで。甘っ。美味しい。これはすごいわ。人参のちゃんとした香りするね。水じゃないんだ。これ水も一切入ってない。水ゼロやもんな。美味しい。甘っ。これ美味しいね。すごっ。さっぱりしてて。ビーツは、ね、結構あの疲れ取れたり血流を良くする
だから受験のな、浪人してる途中後半はずっとこのレシピの研究しかしてへんかったんで勉強せよ、だから受からへんねん。おかんがよう言ってて、つよし君の部屋からフルーツの匂いしかせえへんねん。あ、本当の話ですか。まあ、すごジュースは好きやねん。へぇ、すごい美味しい。よかったな、なんか来てくれはったな。ありがとうございます。たまたま、なんか嬉しいです。いや、つよしの店に来るのは全然嫌じゃなかったけど、はい、次第が雨村なんですよっていうのが。で、今から行くそのカンデオホテルっていうのが、はい、御堂筋の八幡通筋ちょっとまだ南ぐらいにあって、はい、通り道ですわって言うのよ。で、本当に長堀通り越えてこっち入ってきたよってなって。ここって雨村やんの。全然ちゃうねん。ここは雨村じゃないやんな。全然ちゃうやろ。いやいや、こんな美味しいの飲めって最高。美味しかった、一気飲んじゃった。2時に何時に寝んのじゃあ。7時ぐらい。え、もうすぐやもう布団ちらついてるよ。かった、ほなこれで缶で置いてくるわ。はい、ありがとう。ありがとうございます。美味しかった。ありがとう。しげ、もしかしたら高橋さんのしげおチャンネル出るかもしれない。いや、出るよ。しげおチャンネル見ましたって言ったら個人的。いいの。はい、ほんま。はい、俺のやつと火じゃないって、もしかしたら。僕のチャンネルでもやってみたんですよ、50匹。どのぐらいやったっけ。いや、2人ぐらいじゃない。いや、俺も大したことないと思うけど、ほんまにいいの。大丈夫です。修行チャンネル。もともといくらぐらいなんですか。あ、一応こっちが600円なんですよ。で、こっちは450円。へぇ、いいの50匹。はい。じゃあ、修行チャンネル見たと言っていただければ、50円引きしてくれる。3月まで、3月末までな。いや、長いやろ。長いやろ。ありがとう。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。では、もうこれで勘で言ったらすぐなんでしょう。はい。